どうもこんにちはえ。今日は来年からやる企画のフロントエンドをどうするかという話をしていこうと思います。あんまりまとまった話ではないので、えー、微妙なところはあると思いますが、まあやっていこうと思います。で、えと、まずですね、何を使うかはだいたい決めて、えー、ありきたりなんですけども、ReactJS を生で 使うっていうのを最初にやっていこうかと思います。で、今、next.js スてがここ出てるんですけど、こいつは、リアクト .js を使いやすくしたライブラリだという認識なんですけど、まあ、こういったもの、あとはフローリオみたいな,、えー、な,な、全部込みみたいなね。あ、なんか変わったな。<laughs> なんか変わったな。あ、これか。なんか全部込みみたいな、 えー、ライブラリーていうかこういうのも使おうかなとも思ったんですけどちょっといろいろまずリアクト JS にそんなに詳しくないっていうのもありでリアクト JS も触ったのが結構前なので新しい、えー、技術っていうのが多分いくつか出てるだろうというところもあるので、えー、リアクト JS を生で触って 必要なライブラリーを随時追加していくような形にしていこうと思います。なんかクストジェスとかだと、もうもろもろルーターも入ってるし、ん入ってるのかなストアとかも全部入ってるので、まあ、入ってないものを使ってやっていこうという感じです。で、他に何を、こう、先行基準というか、あの、他の候補は何だったのかっていう話をこれからしていこうと思います。えまあ、二つ出したんですけど、リアクトが、生のリアクト。 でもう一つは Next.js Florio。f l o フ i o は NextJS 使うんですけど、まあ、この後ろ側も一緒に使ってみるのもいいのかなと思ったんですが、まあ、後ろは今回 Python になる予定なのであんまりごちゃごちゃついてもなっていうのでなくしたっていう経緯があるんですがあとは v i e w のバージョン3ですね。v i e w のバージョン3の話は全然してないのでちょっと後でしたいと思います。 ちょっとここにあるんですけど後で,であとはエルムって言語も前に動画の企画でやったんですがこいつも一応候補として考えていましたがまあちょっとやめといた方がいいかなという感じに今のところなってます。はい、でまず、えっとビューから話をしていこうと思います。えっと、ビュー3で劇的に何かが変わっ るんだったら使おううかなっていう形で、考えてたんですねビュー3っていうのは、えー、中身的にどういう変更があるのかっていうのをこの Docs のマイグレーションフ f r o m v i e w 2っていうのに書いてあるので、ここを見るといいと思います。で、ビデオがあるんで、多分ビデオを見た方が早いと思います。で、大きな変更としては、この Notable New Features に書いてあって、 コンンポジショ API といいううののが増えましたよというのが1個大きな変更ですこれがほぼ全てなんですけどこれは前私コンポジション API 使ってビューアプリを作ってみてやったのでそっちを見てもらうといいと思います他にテレポートとかフラグメントっていうのが増えてるんですがこの辺の説明っていうのはまあこれ見ても分かるは分かるんですけど英語なのでちょっとつらいっていうのが貼って、えー、とこの記事あの下に貼っとくので えっと、正式リリース前に総予習っていうので、View3 の変更点まとめっていう形でまとめられてる記事があって、これがだいぶわかりやすかったので、こちらを紹介しておきます。まあ、中は見てくださいって形なんですけど、えっ、ー、と、ここの、えっ、ー、と、この Notable New Features とこっちを合わせてみるとよくわかると思います。はい。で、View はなんで使わないのっていうと、えっ、ー、とですね、 理由はですねええー、なんだっけプロップスの型を維持できないっていう問題が維持できないというかプロップスの型がちゃんとそ型型をちゃんとうんと評価できないっていう問題があってそれが嫌なので使わないっていうことにしていますしました。 これは前の動画で話した気がするんですが、えっとまあなんかこんな感じで、これちょっとわかりにくいんですけど、まあ、ボタンっていうエレメントというかカスタムオブジェクトがあったとして、ここにクリックだったらこのサブミットっていうのを渡すんですけど、サブミットっていうのはここに手にしてある関数を渡してるんですね。エミット関数。 ただ、これは関数じゃなくても、サブミット2とかにしてもエラーにならないはずでなったら申し訳ないんですけど、あと、他に、えっ、ー、と、普通にプロパティを渡すときに、イント型のプロパティが欲しいよって言ってんのに、ストリングを渡しても別に怒られなかったり、あと、そもそも、プロプスの定義というのはこういう感じで定義しとくんですけど、このタイプに、 えっと、タイプスクリプトのあのインターフェースを渡して、このインターフェースを実装してる方じゃないとダメですよ、みたいなこともできない。っていうのがあり、ちょっとやっぱ弱いなっていうのがあって、ちょっとこれが嫌なので、ビューは使わないことにしました。で、エルムですね。エルムは、えっ、ー、と、まず難しいっていうのがあります。<laughs> あの、前にこう、 このエルブン企画をやってたときは結構サクサク書けてたんだと思うんですがえっ、ー、と見返して前にそのやってたときに作ったものを見返してみたんですが理解するのにすごい時間がかかってしまい、えー、これ大丈夫かなっていうのもありちょっと使うのやめようかなと思ってますであとあの HTML を書けない ので、なんかこの HTML をこういう感じで書かなきゃいけないんですね。div タグのアトリビュートが何もなくて、その個要素っていうのがこの配列の中身ですよっていうような形になってて、ボタンタグのオンクリックがデクリメントでテキストがマイナスでみたいな。こういう感じで書かなきゃいけないので、HTML をそのまま書くことができないという、えー、ちょっと微妙なところがあって、これだと CSS を ベッド当てたいとかってなった時になんか辛いかなっていう気がしてちょっとやめようかなっていう感じです。それを言ったらリアクトもそうじゃないかという感じなんですがリアクトはまあ見た感じはあの HM に近いのでまあ許容範囲かなという感じです。はい。で、Next.js は 便利だとは思うんですがまあごちゃごちゃいろいろ機能がついているのでまあ最初からやるとどれがリアクトでどれが next.js の機能かわかんないくなっちゃいそうだなっていうのがありちょっとあといらない機能が多分もっさりもさもさもさついてくるのでそれもちょっと微妙だなという思いがありまあとりあえずはリアクトやってまあ不便に思ったところを 直していくっていうのが一番いいんじゃないかなという感じですね。はい。まあそんな形で、えっ、ー、と、フロントエンドをリアクトで行ってみようということに決めています。今のところですけど。あとは、まあ来年になって心変わりして、やっぱこれにしますっていうのはあるのかもしれないですけど、ちょっと、まあ NextJS とか、えっ、ー、とまあ FlowRio もここの、 フロントエンドとバックエンドのつなぎのところがかなりしっかりしていて、バックエンドの定義直すとフロントエンドの方でもエラーになってくれるようなことになってるらしいので、ちょっとその辺も見て、あの、休み中に見ていきたいなと思っています。ビューの方も一応環境構築して、なんか、あやっぱエラーになるじゃんってなったら、ちょっとビューの方も、あの、候補に入れていきたいんですけど、まあちょっとね、わかんないです。はい。 あと、エルムもね、一応 <laughs>、決めたっつって、全部、一応とか言うんですけど、あの、11月20日に大規模アップデートがあったらしくって、このアップデート何か分かってないので、ちょっとこの辺の方も見て、まあ、まとめて、来年、こう、こういうことがありましたよって動画を出すかもしれないです。ということで、まあ来、来年からの企画は、 えー、オープン CV を使ったウェブアプリを作っていこうというのをやる予定です。で、フロントエンドは React、でバックエンドは、えー、Python 使うので、えー、と最終的にはそのオープン CV の処理って時間かかるので別にしてということにはなるかもしれないんですけど、とりあえずは Python でバックエンド作って、で API は Flask で、えー、作って、えー。 JSON をやり取りする普通の REST API でフロントエンドとバックエンドを通信するというような形でもうごく一般的な作りでやっていこうと思います。はい。ということで、えー、今年は多分これが最後の動画になります。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみにチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。次回